みなさんこんにちは、むやりです。ということで今日はですね、乃木坂46にそっくりな激似の、私のお友達からじゃーん、仕送りが届きました。ありがとうございます。ということで、すごい面白いのがさ、このカップ麺って書いてある。やばい、ウケる。カップ麺が入ってるそうなので、ちょっと開いてみようかなと思って、ちょ、森崎アリス宛てで今届いたんですけど、すごいね、Uパックってこういう袋があるんだと思って初めて見た。見えたぞ、福岡。見えた。あ、あは、すごい、本当に、じゃーん。めっちゃ入ってる。やばい。え、これ何入ってるの？まずバリウマ豚骨ラーメン。おお、博多、博多だね。うまそう、超美味しそう、これ。じゃ今日食べます。あ、出た、うまかっちゃん。これはこうちゃんのお母さんのお届け物で、うまかっちゃん前届いてね、食べたことがある。あれ、そうだったと思う。で、すごい美味しかった。バリウマとまた違うのかな、初めてバリウマ。ちょっとこれはまたじゃあレビューしますね。あとは、おお、やばい、九州豚骨味焼き豚ラーメンと長浜屋って、何、元祖、初めて見た、やばい。え、めっちゃ送ってくれた。あ、ちゃんと、すごい、女子力2人分、ちゃんとこうちゃんと私2人分ありがとうございます。え、何、ね、なんか入ってるんだけど、何よ、なんだよ。もう泣きそうなんだけど、これ私だけで読んでいいのかな。え、これちょっと先に読んどきます。リヒちゃん、こうちゃんへ、豚骨ラーメンばっかり送ります。ありがとうございます。2人で仲良く食べてね。いや、もう仲良く食べます。もうこうちゃん今から帰ってくるんですけど、いつまでも2人で仲良く夫婦漫才を見せてください。ラブログ楽しみにしています。2人の幸せを心から。あー、もうやだ、会いたくなっちゃう。はい、ずっとずっと応援してます、ありがとうございます。はい、いや本当に。早く会いたいですね、ありがとうございます。いや本当にね、ありがとう。あー、俺はこうちゃんと見るべきだったんだろうけど、もうだって空いてるから。あー、ありがとうございます。なんかね、私最初ファニーな、あー、すごいありがたい。私友達っていう友達が本当に昔からいなくて、ともみはすごい出会って2年3年くらい、ずっと鼻ばっかになっちゃったなんですけど、福岡とやっぱ東京で離れてるから全然会えないんですけど、なんかすごく本当に友達って言える子で、なんか本当に辛い時はともみに会いたくなるし、うん。いや本当出会えてよかったなと本当に思います。いやー、こんな手紙入ってると思わないからさ、もう何これ、すごい、最近泣く動画多くない、もう。やだ、私たち2人からやっぱり何かね、いいご報告をちゃんとしないといけないなと思いながら、日々こう2人で向き合いながら
いろいろ生活をしているんですけど、いや本当にね、いや食べられないな、逆になんかこんな、なんかしまうちょっと待ってね、どうした？ともみから荷物が届いたの、ありがとう。閉めて動画を撮ってるの、うわ見て、豚骨ラーメン2人、嬉しい、うわ長浜や、2人ずつ、すげえありがとう。でね、まだあるの、バリオやばい、でね、お手紙が入ってるでね、うん、今読んでたの、リスさん、こうちゃんへ、豚骨ラーメンばっかり送ります、二人で仲良く食べてね、好みの味じゃなかったらごめんなさい、大好物です、いつまでも二人で仲良く夫婦漫才を見せてね、漫才なんだやっぱりラブログ、あ、L 間違えてる、うん、大文字にして書き直してる、かわいい、ラブログラム楽しみにしてます、二人の幸せを心から末永く続くようにずっとずっと応援してます、二人とも体には気をつけて、寒くなってきたし風邪ひかないようにお元気で、ではまた会う日まで、早く会いたいよ大好き、福岡のこと嫌いでも白石のこと嫌いで、何白石なんですよ、真顔で白石言ってんじゃないよ、いやありがとう、ありがたいなと、あんた帰った時泣いてたら怖いよびっくりするわ俺、どうしたと思っちゃった、友達がいてよかったなと思って、ディアディアディア、また情緒湧いててくる、あーもう今からご飯作ってよご飯作ってよ、今から玉ねぎ切るから、すごいぶっさがられてる、玉ねぎ切る前に何どうすんのお前玉ねぎ痛いからやだ、俺切るよじゃあ、うん、なんか友達からこう仕送りが来ると思わなくて、しかも福岡からこっちに仕送り、ね、本当だよもうこれ大好きなんですよ僕、そうなん、食べたことなくて、長浜ラーメンすげえ麺だ、有名な、東京にもあるけどね、もう福岡に勝てない、いやだからなんかこれをね、豚骨レビューをしてほしいから、ラブログってほら書いてくれたんだと思うから、ラブログでちゃんとレビューしないとと思って、ね、ハイジみたい今日、もういつもハイジだよなんかね、今日寒いからモコモコしたのいっぱい来てる、寒かったよ、でずっとね、怖いおじさん来て泣いてたしね、うん、テキサスチェンソー見よう、うん、ずっとおばあちゃんみたいな、本当だよ、もう多分こうなるからね、あんた将来何あんた将来こうなるからね、どういうこと、将来こういうおばあちゃんだからモコモコ来て、来たのって来たのって50円やるよって、ハイジじゃんハイジのおばあちゃんバージョンじゃん、これなんでお前猫背になっちゃっておばあちゃんの真似してる、でもうちのおばあちゃんより今おばあちゃんっぽくない？そうだね、うちのおばあちゃんすごい若いの、そう、ひでこさん見た目がそう若いの、お母さんって言われるの、びっくりする、そうだね、お母さん、そう、うちの親が逆に妹って言われるの、ほんとだよお前はぁ、あ、眼鏡抜いちゃった俺今出そうとしないよどこで拭けばいいかなと思って、閉めなさい、早くお腹すいた、ということで、はあ、無理やり言っとこう、こちらでした、雑やん、ともみと、ともみと、もう一人誰誰こうちゃんとともみの手紙でした、でした、バイバイ、仕送りたくさんあります、いやこんな送ってくれると思わなかった、本当にあります、こっちも味違うから、もう一個持てない、もう一個って言ったからあ、そういうこと、はい、ほら、バイバイ、ありがとうございます、鼻水出ちゃった閉めるよ、ということで、鼻水すごい出てる、もう鼻水出てる、なんで噛むの、いやー噛
んだ後やだ、はいはい、噛んだ後汚いバッチ、はい、出んな出へんのよ出ない、はい、ラーメンに漏れてんだけどチャンネル登録してね。うん、茶、シュールじゃない。